はい、皆様こんにちは。ということで、今日のプラモはこれ行ってみたいと思います。まあね、ミリタリーシリーズでございます。35分の1、ミリタリーミニチュアシリーズナンバー52、ドイツホルヒタイプ 1A でいいのかな、これね、読み方、うん、これをね、ちょっとね、見つけてきたんで購入いたしました。まあ、見た感じね、非常に可愛いなと思ってね、まあ、作りやすいんじゃないかなと思ってね、購入してきましたね。また、こういう形でね。これね、まあ、タミヤさんのホームページを見ると、1975年、昭和にしたらね、昭和50年なんですよ。もう、だからね、キットとしてはね、かなり古いんじゃないかと思うんですけど、なぜかこれがね、ポンとね、置いてあったのかなっていう感じで、まあ、再販したっていうね、まあ、情報も入ってはいなかったんですけども、まあ、これね、今回ね、こちらの方をね、ちょっとね、行ってみたいと思います。値段もね、1600円ぐらいかな？確か、そんなもんでね、まあ、安いね、ものですね。これ、もう可愛くてね、面白そうだなという形でね、購入してきましたね。これがいいですね、箱がね。接着剤別売りってね、ここに書いてあるんです。接着剤別売りってね。うん。まあ、横はね、こんな感じになってますね。こういう感じで説明書もね、いろいろ書いてある。まあ、特にね、横の方は、まあ、こんな感じで、特に、どうのこうのっていうね、変わったものではございません。はい。それではですね、まあ、開封の方に行ってまいりたいと思います。まあ、プラモとしてはかなりマイナーな方だと思うんですけどもね。まあ、行ってみましょう。開封の儀っていうやつ。なんで開封の儀なのか。ほんと毎回いいの。はい。こういう形でございますね。うん。こうなっております。まずね、ちょっとね、袋の方をね、一つ一つね、開けてね、こちらの方をね、見ていきたいと思います。よいしょ。こんな感じ。よいしょ。まずね、まあ、こちらの方をね、並べてみたいと思います。これ今ちょうど取り出したのが、これランナーのね、C っていうやつでね、こういう形のものですね。まあ、主にこれ上の方の部品かなと思ってね、これがホロがあって、みたいな感じのね、こういうやつでございます。はい、で、これにね、付随してあったのが、まあ、これがデカールかな。うん。まあ、これもおそらくね、舞台によってね、貼るもの違いと思います。これデカールと。で、これがクリア部品ね。こういう形のね、クリア部品になっております。まあ、クリア部品もね、まあ、これだけって感じですね。はい。これがね、ランナーのね、C というやつです。はい。こちらね、行ってまいりたいと思います。で、続きまして、がね、こっち行ってみるかな。よいしょ。よいしょ。ああ、また、揺らしちゃって。こっちもね、出していきたいと思います。先ほど紹介したのがね、これなんか紐ついております。これでおそらくなんか使うと思うんだよね。こちらが、あ、こっち紹介した。こちらがね、ランナーの A がこういうものとなっております。まあ、これはね、まあ、下のね、ものと、まあ、これがね、こちらがフィギュアかな。こちらが前の方の部分とね、こんな形でね、なっておりますね。はい。これがね、ランナーの A というね、部品。これです。はい。で、続きまして、こちらがランナーの B は主に下回りかな、これね。うん。まあ、タイヤもね、まあ、ご存知の通り、ゴムではありません。全部プラスチックとホイールとね、一体となって
ておりますね。よくね、この手のね、プラモはこういう形のね、タイヤとなっておりますね。ホイールとタイヤが別になってゴムではないと。うん。こういう形にね、の作りでなっております。以上のこの3点だけなんですよ、キットが。はい。これだけの、ね、大きいのが1、先ほど2、2個目ね。2個目。で、3と。うん。これだけ、3つだけです。はい。こういうね、ものですね。あと、これにクリア部品、先ほど見せましたけどもね。クリア部品がこれであるだけでございます。はい。あとで変わると。うん。こういうね、単純なね、中身でございます。はい。で、それで、あとはもうこれ説明書ですね。説明書。よいしょ。これ説明書入っております。こんな感じで。まあこれはあと、いろいろ工具の説明かな。まあ説明書もね、二つかな。日本語と、うわ、これ。これが英語で書いてあるのね。英語で書いてある方です。はい、うん、こういう形でね、なっております。これ日本語の方をね、ちょっと、まあ、読んでいきますと、ドイツ大型軍用乗用車ホルヒタイプ 1A でいいのかな、これね。こういう風になっておりますね。まずね、これがね、使われていたというのが第一次世界大戦に敗れた結果、1920年代のドイツ軍はベルサイユ条約によって質的にも量的にも非常に厳しい制限を受けていました。まあそういうね、文句がねいっぱい書いてあります。こういうものらしいですね。はい。それではですね、説明書の方をねちょっとね、今僕も初めてですけどね、行ってみたいと思います。まあまず一番最初に出ているのがこれね、パーツのね部品ね。これね、やっぱし、説明書を見るだけでも、まあ、ちょっと古さを感じていますね。最近のね、タミヤさんのこういうのがちょっとね、載ってないんですけどもね。これはね、載ってましたね。こういう形で。のもので、ございます。はい、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 はい。まず、こちらの方ね、行ってみましたいと思います。作る前にお読みくださいってね。まあ、タミヤさんらしいね、丁寧なね、部品のね、取り扱いかなっております。うん。まず、一番最初に、組み立てるのがこちらですね。下部部品の取り付けということで、車の一番下の方の取り付けとなっております。はい。こんな感じ。そして、二番目がこれね、デファレンシャルの取り付け。まあ、デフの方のね、まあ、取り付けという形でございますね。これね。で、3番目に行くと、これ、タイロットの取り付けが、こういう風になっております。で、4番目がね、これ、ホイールの組み立てでね、まあ、一応ね、ホイールと、まあ、タイヤとこのようにするんだよっていうね、形でね。まあ、4つ作りますと。まあ、4つだよね、タイヤはね。はい。こういうね、形のね、ホイールの組み立て。うん。ホイールの各部分を、番号をよく確かめて組み立ててください。ホイール A とホイール B とでは、センターボトルの数で違いが分かりますという。ということかな。センターボルトの数で違う。ああ、はいはい。ああ、そっかそっか。回転するようになってね。そしてね、5番目がね、こちらね。5番目がね、ロアアームの組み立てという形になっております。あ、こういう形でね、なっておりますね。あと、6番目、こっちがね、ホイールの取り付け。まあ、ホイールの取り付けがね、このようになるんだよという形でね、詳しく載っております。
でそれをつけたらこのタイヤをつけましょうっていう感じですね。こういう形でねタイヤを取り付けるということでね、うん、タイヤはこれは全部で、あ、そっか、うん、予備タイヤみたいのがねあるから全部で6つになるんだねこれね。まあこれはちょっと後でどうなったのかな。うん、で次に7番目に来るのがエンジンフードの組み立てがこちらにね来るようになってますね。うん、エンジンフードの組み立てで8番目がね全部部品の取り付けということでね、こういう形のものですね。で9番目にボディの組み立てと取り付けがこういう形になっております。はい、うん、でこれ10番目がねボディ部分の取り付けということで、まあこちらもねこういう形でねまあなってますね。色がバフとジャーマンを混ぜると、うん、まあ、11番目フィギュアね人形の組み立てと取り付けがなっておりますね。人形の取り付けねこれね、うん、まあ、これもね一応ねハンドル握ってるとことねこれがちょっとね毎回ちょっと難しいかなっていう形のねものでございますね。こうチェンジ棒の持った位置とかねそういうのをねきちんとやらないとまずいかなみたいな、はい、形でございます。うん、で12番目がホロの組み立て。これホロね、うん、ホロが組み立てて、あ、これねロープね、さっきあった縄ありましたけどね、縄ね、これね、縄、君の縄じゃないよ、うん、うん、くだらんこと言うなってな、うん、で、13番が完成、ホロを組み上げて、ホロを組み上げて、ロープを、まあ、こんな風にして、ぐにゃぐにゃぐにゃっと貼りましょうっていう形ですね。もうあとね、機関銃もね、これちょっとあったりするよね。なかなかかっこいいね、これね。でこういう形でね組み上げてねいくものらしいですね。でまた最後はまあどっちかというとまあヨーロッパ戦線での使用だとか、うん、アフリカ戦線での使用だとかっていうのでね、まあ車体色はジャーマングレーかダークイエロー、まあアフリカだとダークイエロー、ヨーロッパ戦線だとジャーマングレーで塗りなさいっていうね形ですね。これジャーマングレーって書いてあるんだからね。まあこういう形のキットでございます。はい。今ね、ざっと見たところ、まあ非常に可愛らしいなというもので、まあ作りやすいじゃないかなと。部品点数もそんな多くないんで、まあまあちょっとね、面白いキットになるのではないかと思います。はい。そういうことでね。このキットのね説明をね終了したいと思います。でまずねまあ一応あこれね一番最初これ見るんだからどっちみちこれねこれ出しておかなきゃダメだねこれねこれ出しといて、まあ英語は読めないんでこんな感じかな。うん、そしてねこのキットはね元の方にねこういうふうにね置いていきたいと思います。はい、うん、こんな形しかないというね面白いものですねこれね。はい、あとクリア部品がねどこ行ったかな、まあいいや、うん、こんな形でね行ってみたいと思います。はい、こちらもねまたね制作していきたいと思いますんでねよろしくお願いいたします。あとはねここによいしょとこんな感じで、あ、クリア部品あった、ここだって、クリア部品がなくしちゃったみたいにこれねこんな感じでねよいしょ。これでね、行ってみたいと思います。はい。これね、なんかね、結構僕ね、これ、楽しいっていうか、面白そう、面白くてね、かわいそうなね、かわいそうじゃねえや、かわいいキットになると思います。はい。まあ、ミリタ系がね、好きな人はね、まあ、いいかなと思うんですけどね。まあ、どっちかというとね、マイナーなキットかなとは思うんですけど、僕どっちかというとね、こういうね、感じのね、意外に好きなんですよ、僕は。うん、まあ作りやすいと思うんでね、まずね順次こちらの方もね
作成の方のね、動画の方はアップしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではね、本日のね、動画視聴の方ね、誠にありがとうございました。はい、ということでね、今回開封ビデオとね、中の方のちょっとしたね説明ということで終わらせていただきたいと思います。はい、本日の動画ご視聴ありがとうございました。はい、それではね、制作の方、この次ね、順序行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。はい。